エメリン・パンクハースト国会議事堂の隣のビクトリアタワーガーデンにあるエメリン・パンクハーストの像エメリン・パンクハーストはイギリスの婦人参政権活動家。彼女は1858年に実業家のロバート・グールデンと情熱的な女性運動家ソフィア・クレインの娘エメリン・グールデンとしてイングランドのマンチェスターで生まれた。彼女は15歳でパリのエコール・ノルマルに留学。 1879年に帰国し、20歳で24歳年上の弁護士のリチャード・マース・レン・パンクハーストと結婚、一男三女が生まれた。夫・パンクハーストは、婦人参政権運動の支持者で、1870年の婦人財産法案の起草者だった。1889年に、エメリンは、ウーメンズ・フランチャイズリーグを設立した。パンクハーストは1898年に、 異解用で死去したが、エメリンの活動は続いた。1903年に彼女は、その過激な活動で有名になる、婦人社会政治連合を結成した。メンバーには、アニーケニー、婦人賛成運動の、殉教者、エミリー・デイビソン、エセル・スマイスが含まれた。エメリンの長女、クリスタベルと、次女シルビアも活動に加わり、二人は異なる方法で、運動に貢献した。 パンクハースト夫人の活動は、爆弾テルを含む過激なもので、数度の逮捕を伴った。彼女は10回のハンガーストライキを行った。彼女の過激なアプローチは、合法的な政治活動で、夫人参政権の獲得を目指していた人々には支持されず、夫人社会政治連合は分裂した。彼女の自助伝、マイオウンストーリーは1914年に公表された。 彼女はその目標、イギリスでの婦人参政権をほぼ達成して1928年に死去した。ありがとうございます。